教えてください。社長の真ちょっと松也さん、はい、ちょっとごめんなさい、あまりにも気持ちよすぎて寝てました。すいません、仕事します。今回紹介するのは家具やインテリアなどを取り扱う社長です。社長よろしくお願いします。よろしくお願いします。昭和37年創業、海外の家具やインテリア、雑貨などを中心に取り扱う中島。その3代目社長が中島光義さんです。こちらが基本的に輸入壁紙となっておりまして、ちょっとアメリカもありますけど、基本的にヨーロッパの方の商品となってます。絵画というか芸術作品に見えますね。本当の紙なんですね。日本は要はその家を保護するためにビニールで作ってるんですが、はい、こちらはそのもう装飾品として家の装飾をしている。全面に貼るのではなくて、はい、まあ、トイレだけ柄にするっていう方もいらっしゃいますし、ワンポイント。そうですね。社長の自宅にももちろん美しい壁紙が。ちょっとした工夫で日常が鮮やかになります。そんな暮らしに彩りを添える中島社長、仕事をするときに大切にしている芯とは。はい、こちらです。自身の芯です。慈しむ心ですね。そうですね、思いやりを持って皆様に接していきたいなと。やっぱ人と人とのつながりが僕は大事にしたいので。社長はどういう経験があってこの自身を大切にしようって思われてるんですか？そうですね、僕は大学を卒業して中国で15年ほど住んでいたんですけれども、はい、そちらの方でいろいろな人に助けられたというか、すごくみんな優しく接してくれたんですね。なのでこういうような心は常に持っていきたいなと。およそ15年間中国で生活し、自ら会社を立ち上げ貿易関係の仕事もしていた中島社長。そんな中でも心の片隅には家業の存在があったといいます。小学校の時のアルバムを書いた時に、はい、家具屋を継ぐみたいなことを書いてしまってたんですよ僕。お、責任感ですかね、心のどっかに残ってたんでしょうね。力強い日本一という言葉、今では日本を飛び越え海外に目を向けています。はい、老板、哎，你上你那个昨天发给我的那个照片那个啊，雑貨品を輸入したりですとか、で日本の方に卸させていただいたりとか、いろいろとそういうことをやってるので、そこはもう本当に友達が全部助けてくれてます。僕を中国の友達が。へえ、じゃあ今もつながりが、はい、あ、もちろんもうずっと。一期一会じゃないですけど、もうそこを大切にしていかないと。僕なんて人間ちっちゃいので、ボケなものなので、やっぱりそうみんなに助けられながら、逆に助けれるときは助けながらやっていきたいなと。社長と一緒に会社を支えているのが弟の高幸さん。兄弟一緒に60年続く家業を守っています。兄として、はい、はどんな方ですか？兄として、はい、仕事のぞき、仕事のぞきですか？めっちゃ酒飲みますね。めっちゃ飲みますね。でも本当に二人で飲みに行くんですよ僕ら。まあ、世間話、仕事の話、仕事の話もするし。しないです。あ、そこではしない。します。しないです。これは嘘です。テレビなのでします。そんな中島社長は3人の男の子のパパ。プライベートでは子供たちにデレデレなんだそうです。はい、こちらも僕の自慢の息子でございます。可愛いですね。はい、もう一人今11月に生まれたんですけど、ちょっとちっちゃくて、はい、待ち受けにまでして、毎日見てますし、毎日見られてますね。おしっかりしろよと。本当に可愛い、本当に可愛い。伝わってくる。社長、今後挑戦してみたいことってありますか？
そうですね、ここ挑戦というか、まあ、やっていきたいことっていうのは海外とのやり取りというか、まあ、海外から人が来た時のための、手助け、何をするにしても僕はまあ言ってますけど、その人と人とつながっていくっていうのが一番大事だと思うので、まあ、仕事にしろ何にしろ全部思いやりを持って接していきたいなと思います。